一人でできるサンスクリット文法入門編21ピャークラアーハーラーヤラームヤティ。この動画では主に菅沼明先生が書かれた3冊の本を使って勉強します。今後該当ページをお知らせする際には新サンスクリットの基礎についてはそれぞれ上巻、下巻、新サンスクリットの実践については実践と省略させていただきます。サンスクリット文読解の順序に従ってノート作りをしていきましょう。では実際に1番から順にノートに書いてみましょう。原点をデーバナガリ文字で書き写します。上巻14ページ、セクション 1-2、音の分類及び巻末の不評1、デーバナガリの処方例を参考にしてデーバナガリ文字を覚えましょう。次にデーバナガリ文字をローマ字に書き直します。デーバナガリ文字の読み書き練習ができるワークブックを Amazon にて好評発売中です。ご購入は概要欄のリンクからどうぞ。ローマ字を連乗前の形にしましょう。はじめにピャークラ・アーハーラーヤの連乗を見ていきます。上巻61ページ、セクション 8-6、括弧4、丸3。アハ足すア以外の母音は、ア、括弧、ビサルガは消滅、足すア以外の母音を参照してください。前の語の語末がアハで、後ろの語の語頭がア以外の時、前の語の語末のビサルガが消滅します。この時、連乗語の結果が母音足す母音になりますので、語と語の間にスペースが入ります。次に、アーハーラーヤ・プラーミヤティの連乗を見ていきます。前の語の語末が母音で、次に続く語の語頭が子音の場合、および前の語の語末が子音で、次に続く語の語頭が母音の場合、一部の例外を除いて、連乗はありません。3番の連乗前にそのまま書き写します。ここで読解ノートを確認しましょう。皆さんのノートもこのように書けていますか？ピャークラを辞書で調べましょう。アプテ・ザ・プラクティカル・サンスクリット・イングリッシュ・ディクショナリー1022ページを参照してください。アプテでは母音語間の多くの名詞の性は単数・主格の形で載っていますのでビサルガを除いたビャークラが語間です。4番の語根・語間にビャークラ、5番の品詞に男性名詞と書きます。語義は文脈に合わせて選択します。ここではトラと書きます。ビャークラ派の姓・数・格を文法書で調べましょう。上巻82ページ、セクション14、括弧1、デーバの表を見てください。文法書では同じ品詞・語間の表を参考にします。ここでは、顎間男性名詞のデーバ、男性名詞、神、天の表を使います。ビャークラ派と同じ格変化をしているのはデーバ派です。5番の品詞のところに男性名詞と書きましたので、7番の正数格では正を省略し、単数、主格と書きます。次にアーハーラを辞書で調べましょう。アプテ・ザ・プラクティカル・サンスクリット・イングリッシュ・ディクショナリー272ページを参照してください。見出し語の次に A と書かれているのは形容詞を表します。5行目のハイフンラハと書かれているところから男性名詞の語義が始まります。ハイフンラハはアーハーラハの略です。ビサルガを除いたアーハーラが語幹です。4番の語根・語幹にアーハーラ、5番の品詞に男性名詞と書きます。
語義は文脈に合わせて選択します。ここでは食べ物と書きます。アーハーラーヤの性数学を文法書で調べましょう。上巻82ページセクション14括弧1デーバの表を見てください。ここでも顎間男性名詞デーバ男性名詞神点の表を使います。アーハーラーヤと同じ核変化をしているのはデーバーヤです。5番の品種のところに男性名詞と書きましたので、7番の性数画では性を省略し単数異格と書きます。プラミアティの時制認証数体を文法書で調べましょう。下巻275ページセクション57の2、語根の母音を超音化する動詞括弧2第4類動詞括弧語根を参照してください。セクション57に出てくる動詞は特殊な現在語感を形成するものですので、すべて覚えましょう。ここではプラミアが現在語感でティが認証語尾です。プラミアの語根はプラム。第4類動詞パラスマイパダで語義は主に歩き回るです。定動詞を辞書で調べるときは語根で探します。動詞の活用がわからないと辞書が引けませんので、必ず覚えてください。プラミアティの時制認証数体を文法書で調べましょう。下巻266ページセクション53の1第一次語尾と第二次語尾の表を見てください。現在語間に第一次語尾が続く場合は現在形を表します。定動詞の場合、7番には時制認証数体を書きます。認証語尾の T は第一次語尾の表にありますので現在形だとわかります。7番の時制認証数体に現在形三人称単数パラスマイパダと書きます。語根ブラムの品詞語義を辞書で調べましょう。あって The Practical Sanskrit English Dictionary 828ページを参照してください。見出し語の次に 1.4.p と書かれているのは現在語感の作り方第1類と第4類のパラスマイパダを表します。下巻271ページセクション551(2)第4類動詞括弧語根を参照してください。接字にやがついていますので、5番の品詞に第4類パラスマイパダと書きます。語義は文脈に合わせて選択してください。ここでは歩き回ると書きます。ここで読解ノートを確認しましょう。皆さんのノートもこのように書けていますか？シンタクス文章論1、述語。実践256ページセクション133の2、述語を参照してください。文において主語について何かを述べる部分を述語あるいは述語と言い、述語の中心となるのは述語動詞であるとありますので、プラミアティのシンタクスに述語と書きます。シンタクス文章論2、主語と述語動詞との一致。実践253ページセクション133の1括弧1、主語となり得る語を参照してください。主語には原則として名詞・代名詞の主格が用いられるとありますので、ビアグラハの8番シンタクスに主語と書きます。実践31ページセクション119の1括弧1、単一の主語と述語動詞との一致を参照してください。文中で一つの主語と述語動詞は認証および数が一致します。シンタクス文章論3、異格の用法。実践125ページセクション125、異格の用法および
上巻78ページ、セクション12の3、括弧4、以下句を参照してください。以下句は、間接目的語、利害、目的、何々に、何々のために、方向を表します。日本語訳、シンタクス文章論に従って日本語訳にすると、虎は食べ物のために歩き回りますとなります。これで読解ノートが完成しました。皆さんもこのように書けましたか？宿題です。お時間がある方はできるところまでノート作りをしてみてください。次回の動画で答え合わせをします。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画についてのご意見、ご感想、ご質問などがございましたら、コメント欄にお願いします。すべてに目を通し、今後の動画作りの参考にさせていただきます。この動画がいいねと思ったら、チャンネル登録、グッドボタンをお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。